こんにちは、タムです。今回は追憶の書庫に超究極が来たんで、今回はもうしばきに行きたいと思います。まあ、なんかペンペンさんがペルマルでやってたんで、ちょっと僕もねこれちょっと興味が湧いたんでやっていきたいと思います。これね、実は4回目なんですよ。これ中ボスがねむずくて突破できないんですよ今のところ。はい、ちょっと縦画面にしてるんで、ちょっと身の紹介はちょっとガミくんさんのちょっと真似というか真似でちょっと下に書いておきます。はい、いやね、しっかりねオーブはね回収しておかないと新春のねガチャ引けないんで、オーブはねしっかりとゲットしておきたい。初期オーブは大事ですよね。はい、回復。ここね本当に HP のね HP がね足りなくなるのはね厳しいんですよね。はい、ここで、ここでまあクリシュナをね倒しておきたい。倒せるかな。あ、 OK、 倒した。でどうしようかな。これブーストかけてる方がいいよね。これかけとこう。OK で、ここね本当にむずかったから、これブーストかけないと多分ねほとんど無理だと思う。いける人にはいけるんだろうけど、僕の PS じゃこれ無理でした。ブーストここでかけないときついっす。ここねパワー型がねやっぱ強いから、難しいよね。はい、まずザコ処理して、このね新芝居につけたわけじゃないんだけど、ペルシウスのケガ減りがだいぶね響くね。結構強いわ。ペルシウスにねケガ減りつけてる理由ってもう簡単で、どこでも連れていけるようにもうケガ減りはつけました。ペルシウスはねもう人権だね。マルタはまあちょっとしたまあ腐るだろうけど、ペルセウスはねちょっとの間腐らないと思う、だいぶ先は。でこれで友情を出してザコ処理。 OK、 これボスに削りつつビシュヌ倒したい。 OK、 強いな。これね結構なんか今のところなんか軽々しくやってるように見えるんだけど、結構ねこれ中ボスがねやばいんですよマジで。あーやばい、タブレットの通知機能忘れちゃった。でこれで倒す。これ届くかな。これまあもうここはもう無理して無理せずね、これで SS 使ってラウドラ編成だとクリシュナは倒しちゃダメなんだけど、一旦ねもうここは倒さないとまずい。あ、やばいやばい、ちょっとまずい、割とまずい。これ倒せるかな。これあ、いけるいけるいける、よかった。危ね、マジでちょっと危なかった。でこれどうしようかな。これいいや、これでちょうどいくでしょ。 OK、 結構ダメージ入った。いって、斬撃いてえよ。で友情で痛い。これね
クルシナ絶対倒さないとまずいから、これは一旦ステイしよう。縦か、これ多分地雷付与しよう。地雷付与というか地雷ばらまきしよう。オッケー、これでクリシナをね全力で倒しに行けるんで、オッケー、ナイスナイスナイス。でこれで SS は撃っといた方がいいから、 SS は撃つ。うん、多分大丈夫だと思う。オッケー、ビッシュに残ったのはでかい。回復はねあんまり、ちょっと4ターンであれ消えちゃうんで、ヒーリングウォールはこれで倒しに行って OK。 こっからっすよ。ここねパワー型じゃないとだいぶきついんですよね。バランス型、じゃあバランス型じゃねえわ、あのスピードが高いキャラクターを積むと結構ね難しいイメージあるんですよね。パワー型で減速してやるイメージあるんだけどいけるな、普通にいけるなこれ。ただ HP の削り方がグロい。これよう初日ラウドラ読んで勝てたな、これマジで。自分で言うのもあれだけど、うーん、どうしよう、無難にこれでいくか、回復したいから。 OK、で SS 残ってるけど、これ撃った方がいいか、撃つか。ここで減速しつつ、あーそこまで出なかったな、やっぱきついなこれ。剣取っときたい、剣取って殴る。 K じゃねえな、そこまで OK じゃない。うわ回復切れた、いけるかなこれ。いやいける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 、あ痛い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 、いけるな、いった、つい攻撃ないから気持ちよしよし、いけるいけるいける、いやこれきついっすわ、これ普通にやった方が簡単くさい。8分かかったもんこれで。うん、ではバイバイ、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いいたします。バイバイ。